すいません、すいません。もういいよ、もう早いね、お前ら。どうしてんの、マジで。悲しいな、お前ら。イライラさせんだよ、これ。お前らだけの時間じゃねえからよ。お前らに光るもんがあったら、しつこいんじゃ、お前ら、マジで。あの、捕まえるんだよ。こんなことお前らに光るもんねえから。やりましょう。お前、ちょ、お前、さっき決める前に、お前、親父がある言うたな。親父狩りっす。結構上の方やねんけど、俺も入ってんのか。何歳ですか。俺入ってんの、買ってみろよ。うん、お前借りるか、親父狩り。親父狩りは良くないよ、言うな。買ってみろ、買ってみろ。喧嘩自慢とブレイキングダウン5のオーディションに出させてもらった広島のホスト、三好です。お嬢っす。まあ今日はまあそうっすね、まあ、ひな壇狩りと、まあ親父狩りに来たんですけど、まあね、ひな壇もなんかおっさんばっかなんで、なんかそろそろ世代交代してなんか若いやつ入れないと花ないかなと思って僕が来ました。で今日はね、まあ咲人くんとやりたかったんですけど負けちゃったっすか、咲人くん。多分まあおらんってことはまあどっかあるなんかなと思って、まあ今日はね、山川早起、じゃあ代わりにちょっとやってくれへんかなと思って。どうっすか、俺とホストでしょ、今ホストやってんでしょ。一応、はい、俺とやりましょうよ。でも僕、格闘技強くなるためにホストやってるんで、そのずっとホストやってると、いや、まあ、僕もうこのために僕ホストやめんねん。もうやめれる、このためにやったら。全然それぐらいかけてきてんねん今日。俺とやろうよ、やりましょう。お前ちょ、お前さっき決める前にお前親父狩り言うたな。親父狩りっす。お、俺は結構上の方やねんけど俺も入ってんのか。何歳ですか。俺入ってんの、買ってみろよ。うん、お前借りるか、親父狩り。借りる。親父狩りは良くないよ、言うな。はい、じゃあそれでは一番端の方から自己紹介お願いします。はい、大綱だ。158センチ30センチ、あ、158センチ30歳、低身長モデルのナダッチです。よろしくお願いします。次の方。ホース西村大輝です。まあ、とりあえず樋口さんと戦いたいんでお願いします。以上です。お前ちゃんと自己紹介しろよ、本当。マスク外すやつね。花粉症だからちょっと外せないです。目立てよ、もっとやりてんだと思ってた。じゃあ次の方どうぞ。はじめまして、たこ焼き兄貴と申します。たこ焼きを愛し、たこ焼きに愛された男です。よろしくお願いします。奥の方。滋賀県から来ました18歳の山本龍馬って言います。3月に通信制の高校を卒業しました。よろしくお願いします。岐阜から来ました中川君です。新時代作りに来たんだよ。このグループ帰っていいよ。は？いるものしかいないじゃん。は？おめえ巻き続けたろ。帰れよ。は？やるか。おい、ひな壇変われよ。はい、おめえにはまだ早いよ。は？なあ、おめえも声ちっちゃいよ、この野郎。もっと声張れよ。てめえは誰だよ。聞こえねえんだよ。聞こえないんだよ。歳ぞくいや、俺歳ぞここにいるよ。あ、そうだ、歳ぞどっちか。歳ぞここにいる。ジョリーか。歳ぞ俺の歳ぞかと思った、俺。ジョリーか。上着に座られて。上着に座られて。自己紹介いい。飯田さんと同じ岐阜から来ましたゆうとです。ひな壇メンバー毎回同じ顔でつまんねえから引きずり下ろしてやろうと思ってきたんで、じゃあちょ、まずいいっすか。あのさっき控室で、手前3人あの調子乗ってて、お前らペチャクチャペチャクチャ喋ってて、お前幼稚園のおままごとかよ、お前。え、な、何？幼稚園のおままごとかって聞いてんだよ、お前ら。控室で調子乗りやがってよ。今調子乗ってんじゃねえの、何やその3人です。カッコつけてんか。だからなんだよ、お前。あ、楽しみにしてた。僕は人生かけてマジで来てるんで、ぜひお願いしたいです。低身長代表として頑張ります。何やねん、おっぱい成人。すいません、すいません。もういいよ、もう早いね、お前ら。どうしてんの、マジで。悲しいな、お前。イライラさせんだよ、これ。お前らだけの時間じゃねえからよ。お前らに光るもんがあったら、しつこいんじゃ、お前ら、マジで。あの、捕まえるんだよ。こんなことお前らに光るもんがあったら。お願いします。人生かけてやってます。最後一言だけいいですか。お願いします。最後